こんにちは、高谷です。最初にサムライスピリッツに関わったのは、かれこれ26年ぐらい前になると思うんですけど、初代サムライスピリッツのデバッグの時からチームに入りまして、それから、グラフィッカーとして入っていたので、新サムとザンサムは、ドット絵を打っていました。右京とかチャムチャム、シズマルゼーガーといったキャラクターのドット絵を担当しています。でそこからもともとゲームが大好きで、企画がやりたかったので、企画やりたいとお願いしたところ、天草降臨から企画に転向しまして、天草降臨の、新キャラクター和樹蒼月のキャラクター設定とか調整部分とかは全部私の方で担当しています。でそこから一度 SNK を離れまして、数年経った頃にサムライスピリッツの新作を作れる人を探しているっていう話が私の方に来まして、で、企画とグラフィックをやったことがあったので、作り方分かりますということで担当したのが、ゼロから続くゼロ SP 天下一剣客伝の3作品です。この3作品は、企画の立ち上げから、チームを立ち上げるところ、それから、もちろん内容の企画を考えて、広報して発売するところまで、全て担当していきます。ここまでが、サムライスピリッツで担当した箇所になります。完全版は0SP に、ストーリー要素を足したものになってますね。0から 0SP になるときに、容量の関係でストーリーが全く入らなかったので、それをカバーしたといった作品になっています。当時ですね、ゼロスペシャルの時に絶命奥義の企画があったんですよ。もうすでにゼロスペシャルって言った今サムライスピリッツゼロを作ってる時に、絶命奥義の企画はあって途中まで作ってたんですね。でも開発期間の関係で絶命奥義が丸ごと全部カットされることになっちゃいまして、で、当時は期間もないので仕方がないなと思ってたんですけど、ゼロを作ったすぐ後に続編を作ってくれという話をいただきまして、でそれであれば絶命奥義を入れて、雰囲気も、もう少し暗くした、殺伐とした雰囲気にしてもう一本作れるなと思ったのがゼロスペシャルが始まったきっかけです。ただ絶命奥義が入るだけだとちょっと、ゲームとしてはいまいち価値がないなと思ったので、もう一つ何か面白い要素がないかと思って考えた時に、画廊伝説スペシャルで、画廊のボスキャラクターですねが全員使えるってなった時にもうすごい感動したんですよ。あの時これは欲しい、やりたいと思ったんですよ。あれを同じことを、サムライスピリッツでできないかなと考えて、唯一プレイヤーじゃなかった水木をプレイヤーキャラクターとして出して、でボスキャラクター四天王を、全員使えるという、ものを一番塗りにしたらどうかということで、絶命奥義とボス四天王、これを売りとした、ものとして考えました。でスペシャルっていうタイトルは画廊伝説スペシャルのスペシャルからもらっています。完全版を作る前から、天下一剣客伝をもう作っていたんですね。なので、完全版の、一番大きな変更点としては、天下一剣客伝につながるストーリーが追加されているというところが一番大きな、変更点です。あと中間デモとかも少し黒子が出てたりとかで入ってるんですけど、ボスキャラクターを絶命奥義で倒さなければ次の面に進めないっていうのがスペシャルの仕様なんですけど、そういったところがちょっと分かりづらかったりしたので、そういったところをデモシーンで説明を入れたりだとかして、少しユーザーフレンドリーに、しているっていうのが完全版です。勝負ありのバチ当たりめの時に、初めて企画をやったんですけど、そこで作ったキャラクターが、風間和樹と蒼月だったんですね。で、天草降臨の後に
あの SNK 辞めてしまったので、和樹と宗月のストーリーの続きが作れなくなってしまって、そこは心残りだったんですけど、ゼロであのちゃんと続きのストーリーを作ることができたということで、一番あの気に入ってるキャラクターとストーリーはあの風間兄弟なんですけど、ゼロスペシャルにおいてはですね、和樹のエンディングで、妹の葉月が、次回作の天下一剣客伝に出場するって言って終わるエンディングなんですよ。でこれはあのユーザーから葉月を出してほしいっていう声がすごく大きかったので、で、葉月が私も出場するって言ってるんですけど、本当は出ないっていうフェイクのエンディングを混ぜたんですけど、完全版が発売中止になったので、このフェイクは、無駄に終わったという、これが一番思い入れのあるストーリーです。やっぱり、ゲームを作っていて一番悲しいことは、作ったものがユーザーの目に触れないっていうことだったので、15年経って、こういった形で、今ユーザーに触ってもらえるっていうのはもう本当に嬉しいです。はい、心から嬉しく思っています。皆さん楽しんでください。やめて、行くぜ、なんじゃ、死ねない。